だから85万人も集まったっていうのは、先生の話が素晴らしかっただけじゃない。それも素晴らしいでしょ。でも成功し、喜び、癒され、クリスチャン家庭が作られ、みんながバランスの取れた成功しているメンバーが集まる教会であるから、人が増えていくんじゃないですか。これが好循環というもんじゃないですか。これが神様が与えてくれる循環じゃないですか。そんなバランスの取れた成功を私たちも手にしたくありませんか。できるの、それができるんです、この教会を通して。ぜひそれを覚えていただきたいと思います。そして神様に栄光を期する働きを教会を通してしようじゃありませんか。今毎週木曜日の朝、 BB&B というミーティングをこの新しい省力でスタートしました。これも神様に与えられて始めた働きです。ラジオで聞かれた方ももういらっしゃるかもしれませんけども、中野雄一郎先生と福井先生が顧問です。そして私がビジネス牧師として何をしているか、朝の7時半から毎週木曜日1時間8時半まで、皆さんの知り合いの仕事をしている人、働いている人、男性でも女性でもいいですから、一緒に誘ってきてください。そこで何の話をしているか、お金を儲けるだけの一つの成功じゃない、健康になるだけの一つの成功じゃない、ね、バランスの取れた成功を手にしませんかというセミナーです。聖書を通して、まあ、個人的に最初は話をするぐらいの人数がいいと思うんですけども、できれば事前に電話をいただいて、同僚のこの人を連れてきたい、または旦那を連れてきたい、または奥さんを連れてきたい、奥さん旦那の配慮は英語の方でもウェルカムにします。でも基本的には私は日本語に召された牧師ですから、日本語で伝道したい。だからできれば日本語を理解できる人を連れてきてほしい。英語の分かる人にはこのオアフ島にもたくさんいい牧師がいっぱいいますから、紹介しますから。それはラリさんに聞いていただいても、いっぱいそんな素晴らしい牧師がいるから、私たちは日本語を母国語として生まれた日本語を理解できる人をいいミニストリーをする働きです。そしてその旦那さん、奥さんがアメリカ人だという場合は、それは喜んでお話をしましょう。分かっていただけます違いが。ですから日本語を話す男性でも女性でもいいですから、働いている方を連れてきていただきたい。そして時間はかかるかもしれないけども、いろんな話をしながら、将来的にはこの教会につながるようにまで話を続けられる働きをできればと思います。それにはまず自分自身も主に従って成功してなくてはいけない。それにはまず自分自身が主にあってバランスのある成功を手にしてなくてはいけない。でもその時が来たと思います。その時が来て、今もう大胆に自分を自慢するんじゃなくて、イエス・キリストを自慢する働き手に皆さんにもなっていただきたいと思います。最後に福井先生が話された3つ目のポイントですけども、主の備えには喜びと平安があります。最後にこの契約書をサインする前に私がしたことはこれです。うちの奥さんと朝早く起きて、ベッドの片隅で二人でひざまずいて手を握り合って祈りました。この働きはうちの奥さんが賛成してくれなければ、うちの奥さんに平安がなければ、うちの奥さんに疑いがあったらスタートができない働きです。主よ、今ここにこの祈りの中にいてくださり、 What will Jesus do? あなたに祈りますから語ってください。私はこの土地があなたに開かれたドアだと信じます。レストランのドアがあなたによって閉められたと信じます。100回辞めたかったレストランの仕事ですけども、今日まで我慢をして続けてきて、今日あなたの許しによって辞めさせていただくことができたと信じます。アンエンプレイメントに頼ることがなく、私にこの道を選んで一歩踏み出す勇気をくださいって本当に祈りましたよ。そしたらうちの奥さんが祈り終わった後、何て言ったと思いますか。 1% の疑いもないって。 I have no doubt, not even 1%, I have peace
平安がある 1% も疑いがない。これは神様が与えてくださった喜びと平安だって言ってくださいました。それで私はその日にすぐサインをしました。2ヶ月前の話です。その時うちの奥さんが、まあ多分大丈夫だと思うけど 1% ぐらいちょっと疑わしいなって言ったとしたら、もし事業がうまくいかなかったら、ほら見ろ、お前があの時何のこと言うから、ほんとになっちゃったら人のせいにするような。でもね、夫婦で同意してスタートすることはとっても大切なことです。先週の藤井先生のメッセージが本当に生かされた体験談をさせていただきました。これは良かったね、いい話だったねで終わってしまってはそこまで。皆さん一人一人がこの地上に生まれてきたタレントを全員見つけてほしい。この教会を通して、私だけの話じゃない、もう年だからそんなこと言ってる場合じゃない。笑ってる人がいるから、そう言ってごまかしてきた人が何人もいるでしょう。ダメ、それは神様は2人目の息子のようになれって言ってるわけ。何でも聞いてきなさいよ。なんで自分で何でもやっちゃうわけ、あなたは。小さい頃から何でも聞きましょう。毎朝ひざまずいて、イエス様今日はどうしたらいいですか、右に行くべきですか、左に行くべきですか。必ず神様は御言葉を通して、聖書の言葉を通して皆さんに平安をくださいます。胸騒ぎがする方向に行ってはいけません。平安のある方向に進もうじゃありませんか。とんかつが待っていますから、話はここまでにしたいと思うんですけども、最後に今日の聖書の箇所を読んで終わりたいと思います。フィリピの4章11節から13節開けない方はそのまま聞いておいてください。貧しいから言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。どんな境遇、いい時も悪い時も満ち足りることを学んでください。この教会を通して、また貧しさの中にある道も知っており、豊かさの中にある道も知っています。また飽くことも飢えることも富むことも貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。あらゆる境遇に対処できる秘訣とは何ですか。皆さん、ひざまずいて、 What would Jesus do? イエス様だったらどっちに行けというの。これが秘訣ですよ皆さん。これ以外は何にもない。ひざまずいて、俺に任せろ、俺は見てみろ、こんなピカピカの種だぜって言ったって大したことないぜ。ひざまずいて、主よ、どうしたらいいんですか。最後の節13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ちょっとこれ皆さんで復唱しません。私が言いますから続いて言ってください。大きな声で、私は私を強くしてくださる方によって、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。どんなことでもできるのです。もうちょっと信じて大きな声で言いましょうよ。私は私を強くしてくださる方によって、もっと大きく、どんなことでもできるのです。どんなことでもできるのです。信じますか。アーメン。お祈りします。素晴らしいね、素晴らしい。私たちの神様は生きておられる、そんな神様に私たちは従っているんです。死神に従っているんではない、死神を礼拝しているんではない、生きた神様、私たちは礼拝していることを常に覚えて、ひざまずき、 What will Jesus do? イエス様だったら今日右ですか左ですかを聞き、死に込んでありたいと思います。天のお父様、感謝します。今日も大胆に